さあこの中山隆が10ヶ月ぶりのシュート公式戦、一方青井陣は1年3ヶ月ぶりの復帰戦ということになります。さあ田原さん、はい、青井陣がケージの中に入りました。そうですね、楽しみです。陣も高橋選手もね、もしあの時怪我してなかったらっていうすごい2人とも選手なんで、さあその2人がこの2019年、さあその足を蹴っていきます。どんな反抗を見せるのか、一気に来た。これが青井陣です。取ります。やはりイルミナさん、この青いらしさというのがありますね。そうですね、もう何も考えないでガンガンいっちゃうような風に見えるように青い、はい、青いらしさ真骨頂ですね。さあ上を取って抑え込んで、さあ下からの返しは中山、バウンドを狙います。お、さあどうだ。チャンピオンシップになった高橋良子戦でも足関節を、ね、果敢に狙っていった青井陣ですから、解説陣からもおお、そこをそうするのかってちょっとやってほしかったです ね、 もうちょっとね、足にこだわってほしい。ねえ、僕選手そういう足関節とか、まあ、いわゆるイケイケな打撃のイメージだけではないという。そうですね、何もできちゃうんです。ワンバスを見せました中山、テイクダウン。さあ下からは相手の動きが始まる前に青井も肘を打っていきます。さあここから中山どう作っていけるか。中山できっちりね、ベーシックに削って、はい、抑えていった。おっと、一気に立っていった。青井は本当思いっきりいいんでね、もう逃げる時も攻撃の時も。ロースカンデ、うまい。おお、今も、おお、いわゆるこう打ち気を誘いながら、そうですね、バック取られた瞬間にすぐに三角膝十字とかを狙いに行って、またすぐに下から三角。これちょっとサイドからちょっと入ってます、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 入ってます。これもうやばい、ダブルした。すごい、中山隆が青井を落とした。いやでも短いけど凝縮されてすごいですね、まさにシュート、素晴らしかったです。 This is シュート、 This is シュート。来ましたね、来ましたね、来ましたね。いやこれ両方お互いやっぱりですよ、フィニッシュへの流れもね、回転しながら、はい、どっちなんだ、はい、どっちなんだと思わず最後、はい、もうちょっとでも見ましょうか。本当に青井は足がもうちょっと精度を上げた方がいい。そしてサイドからこれうまい、うわすごい、もう入っちゃってますね。あ、これはきつい。いやうまいですね、これ得意なんでしょうね。かつて門脇秀樹選手が腹固めからの門脇スペシャル、でも今のは手入ってないんで、そうですよね、はい、サイドからの、はい、破って相手をサイドに回してのスリーパーという、はい、さあそれでは日本の復戦を驚きました中山隆。中山選手に一言いただきたいと思います。いや、いい選手だ。はい、すいません、ちょっと興奮してきちゃいましたね。シュート、2019年一発目、たくさんのご来場誠にありがとうございます。まず勝ったら言いたかった、今日ここまで前回からちょっと間まいちゃって空いちゃったんですけど、たくさんの人に練習付き合ってもらったり、セコンドのチームのみんなのおかげでなんとか勝てました。あと家族に一番感謝してます、ありがとう。もう一つごめんなさい、すぐ終わりさます。シュートの65キロのベルト、田村さんが持ってました昔、それ俺も欲しいです、よろしくお願いします。ありがとうございました。見事な勝利、中山選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。いやー、レミナさん、はい、まあ、10ヶ月ぶりでようやく思い通りの試合というか、はい、結果が出せたというね、はい、ベルトへの
ちょっと、ね、先週会場、ね、見せましたね、はい、トップとの絡みを見たいですね。面白くなってきましたね。またこの階級もウェザー級もタレントが多いんですよ、はいはい、あの世界チャンピオンの斉藤裕がこの後出てきますけど、さあ今夜は青い陣の復活劇に中山隆がストップをかけた。見事にスリーパーホールドで切って落としました。見事な一本勝ち。すいません、ありがとうございます。